さあ、ということで、レベルの方を上げてまいりました。一応ですね、なんだかんだ、割かしバランスよく上げてきたつもりではありますが、レベルの方がまあ、みじゅまるだけがレベル14で、あとがレベル12ですね。で、技としては、特に変化はないのかなって感じなんですけど、バオップは変わりなしで、チョロ猫が、乱れ引っかきを覚えましたね。あとはミネズミは、我慢とか、あとは見切りを覚えました。ヨテリーは、特に変わってないのかな、まあ、そんな感じでしょうか。そうだ、ミジュマルはね、気合ダメを覚えました。急所に当たりやすくなるって技なんで。これ結構ね、事務戦で使えるんじゃないかなと睨んでおります。じゃあ、挑戦しますか。割かし充実してるんじゃない？パーティーが。どうも、自分はポケモンジムに挑戦するトレーナーをガイドするガイドと言います。なるほど、なるほど。ジムに挑戦ありがとうございます。記念にこれを差し上げますよ。美味しい水ありがとうございます。これなんだろう、ポケモン用じゃなくてトレーナー用かな？実況用かな？実況用ってなんだろう。トレーナーに合わせたメニューが自慢。タイプ変動するって感じなのか、じゃあ、多分ね。ってことですよね。ああ、なるほど、なるほど。炎が対するっていうのは、まあ、水を踏めば、開くよ、みたいな感じか。そういうことね。確かに、最初に選んだポケモン聞いてきたもんね。なんとなくバオップを使う気がするぞ。じゃあ、戦闘はどうしますか？ちょっとミジュマルを温存させる？ヨテリーにしよっか。とりあえずね、トレーナーとはね、どんどん戦っていこうかなと思っておりますよ。おー、いいですね。同じポケモンの戦いですよ。レベルはまあ、同じような感じかな。まあ、体当たりでどんどん攻めていきます。いやー、やっぱりタイプ1は強いね。体当たり強化されたっぽいですね。後から調べてみたんですけど。命中率も 100% になったようですね。で、水は、まあ、草ですよね。オッケーオッケー。ちょっと均等にね、いろんなポケモン使っていきたいなっていうのはあるので、ミネズミを使っていこうか。ミジュマルはちょっと、温存させる方向で。ミジュマルとバオップで戦うことになるかな？中心にね。被るね。被りますね、ポケモンが。オッケーオッケー。砂かけか。どうしよう。欲しい。まあ、我慢いらないかな。我慢も使えるけど。チョロ猫か。チョロ猫にはチョロ猫を行く？行かせるか？ミジュマルにしとくか、ちょっと。で、水鉄砲で倒していきましょう。チョロ猫がね、悪タイプの技を覚えてくれればいいんだけど、ネズミの我慢かな。オッケーオッケー。我慢はね、2ターンぐらい攻撃を耐えるって技で、
その後2倍にして返すって技なんだけど、まあその間に倒しちゃえば何ら問題ないので OK ですね。チョロ猫がね、悪タイプの技、さっきの話だけど覚えてくれればちょっと戦えるんだけど、この2つがだけなのでちょっと辛いものがねあるんですよね。よし、まあ草は炎ですね。あれ、もうついちゃった感じ、早くね。ようこそこちら、サンヨーシティポケモンジムです。俺は炎タイプのポケモンで暴れるポッド。水タイプを使いこなすコーンです。以後、お見知りおきよう。そして僕はですね、草タイプのポケモンが好きなデントと申します。あのですね、僕たちはですね、どうして3人いるかと言いますと、相手が最初に選んだポケモンのタイプに合わせて誰が戦うか決める、すげえシステムだな。でもなんとなく予想とは合ってたね。うん、水タイプですね。ってことは多分色的に、色合い的にデントと戦うことになるかな。おお、びっくりした。じゃあレポートはいいでしょう。真心込めて戦っていきますよ。おお、 BGM が熱い。いやー、勝ちたいですね。初めてのジム戦。とりあえず寄ってる移動士なんで、ここは体当たりで押してっていいでしょう。奮い立てる？何それ？奮い立てるって何？攻撃と特攻が上がるのか。なるほどなるほど。まあでもここまで削れたなら、うん、いいよいいよいいよ。重ね掛けしてる間に倒したよ。いいよいいよ、倒せる倒せる。オッケーオッケー。あー、そっかー、ジムリーダーってそういうのがあったね。そういえばでももう倒せるんじゃない。うん、どうせ倒せる。オッケー、ありがとう。ヤナップ、ヤナップ。あー、なるほど、多分この子の草バージョンみたいな感じだよね。対策用にくれたんだよな、あの夢のアタチのあの子は、きっと。ここでセオリー通りならバップを出すんだけど、ここは男を見せていきましょうよ。立ち向かっていくぞ俺は。おお、音楽変わるんだ、これすごいな本当に。じゃあまずは気合いだめからいきますよ。奮い立てる怖えな。急所狙いの水鉄砲。今一つでも、あんま食らわないか。体当たりとかいいのかな。体当たりにしてみる。じゃあ問題は鶴のムチがどれだけ、うわー結構削れるね。お、狙い通り。大丈夫、あ耐えるかなーなんて思ったけど、まあ耐えないわな普通に考えて。頑張ればオップ焼き尽くす。頑張れお猿さん。乱れ引っかきか。乱れ引っかきは覚えさせるか。いらないですね
命中率が 80% ぐらいだったよね、確か。それだったら、引っかく踊ろう。終わっちゃいました、終わっちゃいました。あっさりだったね。驚いた。君すごく強いんだね。ポッドやコーンでも勝てない相手だったみたい。おー、ありがとうございます。1個目の順番地ですよ。細長い。トライバッジ。人と交換したポケモンでもレベル20までなら命令を聞いてくれます。あとこれももらってください。奮い立てる。おー、ありがとうございます。奮い立てるか？攻撃と特攻が上がるやつね。何度でも使えるっぽいですね。これは、なんか、書いてあった、書いてあった。書いてあったんじゃない？なんか誰かが言ってた。そういうことだよね。確かにな、ジムリーダー17人いたら怖えな。でも、奮い立てるって普通に欲しい技だと思うんだけど。とりあえず、少なくともヨテリーには覚えさせたい。ミジュマルが瀕死だ。そういえば。じゃあ、睨みつけるを忘れさせましょう。とりあえず、奮い立てる。ミネズミもいいんじゃない？全然。って思ったんだけど、ミネズミは別にいいか、まだ。とりあえず、ヨテリーだけでいいか。オッケーオッケー。いやー、よかったよかった。ちょっとレベル上げすぎたかな。まあ、この調子で頑張っていきましょうね。おう！ヤホー、私はマコモ。あ、ようやく会えましたね。アラナギ博士に頼まれて、あなたに渡すものがあるんだ。ちょっとついてきて。あなたたち、一種地方のすべてのポケモンと出会うんだって？あ、階段こっちよ。出会うかどうかはさておき。できるだけ図鑑は埋めたいよね。改めて自己紹介するね。私はマコモ。ご覧の通りの研究家。ちなみに研究しているのはトレーナーについて。で、荒木博士とは大学時代からの友達でね。あなたたちの手助けを頼まれたんだ。ということで、バックアップ、ヒデマシン、お！いやー、いぎり、やったじゃあ、ちょっと行けるところあるから行ってみようよ。あー、そっか、秘伝技って忘れさせれないんだよね。あの、普通のやり方だと。サイオンシティの外れに夢の跡地って言われてる。あー、お猿さんもらったところね。バオップ。ムンナの出す夢の煙が欲しい。それがあればゲームシンクといって、いろんなトレーナーのレポートを集めることができるようになるの。なるほどね。じゃあ、とりあえず、夢の跡地に、行けばいいのかな。あー、なるほどなるほど。誰かのパソコンの人だ。誰かのパソコンの人だってなんだろう。バトルボックス？何ですか？何ですかって言いながら、はい、おっしゃったよ、今。あー、待って、聞けなくなっちゃった。調べとこう、後で。なるほど、なるほど。こんな序盤でもう出会えたんですね。誰かのパソコンの人と、中の人と。じゃあ、回復させたら夢の跡地に行きますか。さあ、ということで夢の跡地にやってきました。おそらくここから入るんだよね。ただね、まだ、居合切りを覚えさせてないんですよ。どうしようかなーって言ってもなー、この中だとミネズミしかいないかなー。体当たりが強化されてるから、居合切りより体当たりの方が、かえって良いのではないかみたいなね、ところが、ありますよね、今作では。
てか威力一緒なんだね。お、え、待って待って待って、対戦とかじゃないよね。不思議なポケモンを探すの？うん、不思議なポケモンを探すだけであって、ベルとは対戦しないよ、今は。一応手持ちを整えておこうかな。まあでもヨーテリーだったらいいか。バトル？バトルか？これ、夢を見せる、あ、バトル、バトルじゃないか。ん？なんか鳴き声がした。ねえねえ、なんだか壁の向こうから物音聞こえなかった？ねえねえ、行ってみようよ。行ってみよう、行ってみよう。あ、いる。こんにちは。かわいい。むんなみっけ。ほらほら、夢の煙を出せ。あれじゃない、あのプラズマ弾ってやつじゃないの？私たちか？我々プラズマ弾は愚かな人々からポケモンを解放するため日夜戦っているのだ。何をしているのか。ムンナやムシャーナ、多分進化系かな？ポケモン、夢の煙という不思議なガスを出していろんな夢を 見せるそうじゃない。それを使い人々がポケモンを手放したくなる。そんな夢を見せて人の心を操るのよ。かといってな、それはムンナに対してどうなのっていうところだよね。力ずくでポケモン奪うこと。マジか、戦うのか。え、待って、かっこよくね。オッケー。多分もう一人と戦う気がするだよね。まあでもパッと見レベル10か11出してくるぐらいかな。チョロ猫か。結構チョロ猫とか使ってくる下っ端とか今後多そうな気がする。それの進化とかいたらだけど。はい、お疲れ様でーす。二人して負けるとはな。だが夢の煙は入手せねばならない。埋めてあげてよ。え、増えた。怖いんだけど、パッて移動したんだけど。作戦に失敗したとき、え、君たちやばいやつなのだよ、それ。あ、あれがムシャーナかな。じゃあ今のって何？あのゲイツって人あちこちにいたし、本物じゃないよね。もしかして夢？それにあのポケモン待ちきれなくて来ちゃった。そうですか。待ちきれないぞですね。かわいいなぁ。そのまま移動してったんだけど。